続いてはヨーヨーの話題です。まあ、日本でもこれまで何度かブームになりましたが、愛好家は世界中にいて毎年テクニックを競う世界大会が行われているそうなんです。はい、この大会で優勝を目指す広島県の男性を取材しました。今月7日、広島県三次市にあるカフェバーでヨーヨーのイベントが行われました。ひときわ注目を集めていたのがこちらの男性、山崎正和さん、25歳です。2つのヨーヨーを自在に操り、ダイナミックな技を次々に披露します。山崎さんが練習をしている自宅を訪ねました。普段会社員をしている山崎さん、毎日欠かさず練習をし、休日には10時間以上打ち込むこともあります。自分のアイデア一つで新たな技を生み出せることがヨーヨーの最大の魅力だといいます。できなかった技ができた時の達成感だとか、技も今ではもう全部自分で作っていくような感じなんで、それが、発想ができた時の喜びというか、はい、そこが面白いです。はい、中学2年生の時、ヨーヨーの魅力の虜になった山崎さん、19歳の時には全国大会に出場。技の難易度、全体の構成力などが評価され、見事1位に輝きました。この優勝で同じ年、アメリカで行われた世界大会への出場権を手にしました。しかし結果は6位。世界の壁の厚さを身をもって知りました。悔しかったですね。ヨーヨーやった人生の中では一番の悔しさでしたね、あれは。6位は自分は優勝できると思ってたんで、それがもう恥ずかしいですよね。はい、その雪辱を果たすためのチャンスが今月20日から開催される全国大会とその後の世界大会です。そのために新たな技も開発しました。ビハインドバックタングラーです。スローモーションで見てみます。まず背中で2つのヨーヨーの紐を絡ませ、そのまま頭上に回し、最後は絡まり合った紐をきれいにほどいてヨーヨーを再び手に戻します。ちょっとした加減で紐がほどけなくなってしまうため、成功率はまだ 5% です。先日カフェバーで行われたイベント、山崎さんは大会本番を前にした予行演習と位置づけていました。40分にわたるショーの最後、ビハインドバックタングラーに挑戦です。残念ながら失敗。しかし山崎さんの演技に会場は大いに沸きました。でも皆さん温かい、拍手声援なので、すごい元気が出ました。目標はもちろん日本チャンピオン、そして世界チャンピオンとして頑張っていこうと思います。はい、すごいですね。